はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、前に1回やったことあると思うんですけど、メイク研究をしていこうと思います。というのも、ちょっと使ってみたい色があって、あんまり挑戦しないような感じの色だったりするので、ちょっと研究をしてみようかなと思ったんですけど、前にもメイク研究の動画を上げた時に結構それも好評だったので、ちょっとまたやっていこうかなって思います。みんなもぜひよかったら一緒にメイクしてくれたら嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速メイクからやっていくんですけど、今日のカラコンはですね、今日は忘れずに言えました。今日のカラコンはビビリングのブラウンを使ってます。このカラコンはめちゃくちゃ私も好きで結構愛用してるんですけれども、ストックがめちゃくちゃあって、そう、今日はねこちらを使っていきます。じゃあまず下地がこれですね、アリーのカラーチューニング UV を使っていきます。ではやっていきます。ちなみに今日の予定は午後から美容針に行きます。いつもね、私が通ってるハリッチっていうところなんですけど、私は美容針はね、2週間に1回ぐらいかな行ってます。やっぱりその針やった後結構ね、顔がスッキリする感じがあるんですよね。で、あとやってもらってる時は本当に気持ちよくて、いつも爆睡しちゃうんですけど針ってどんな感じなのっていう方いるかもしれないんですけど、やっぱ針なので顔にこう刺していく時はチクッと感は全然あります。やっぱりどうだろうな、注射が苦手な方とかだともしかしたらあれかもしれないですけど、もう本当に効果は結構実感するので、特にやってもらった後すごくスッキリして、私はとっても好きなのでもうずっと通ってますね、本当。はい、ということで今濡れました。今日はその針に行くので、下地というかベースメイクはこれだけで終わらせちゃいたいと思います。でですよ皆さん、私が今回使いたいやつっていうのがこのシャネルのアイシャドウなんですけど、レイ・キャトル・オンブル378番ドゥスール・エ・セレニテっていうやつで、これがね、中開けますと、あ、じゃじゃん、これこんな感じです。そう、今回はちょっとパープルをね使ってみようかなと思って、おそらくイエベなんですよ。診断したことはないんですけど、まあ、多分イエベだと思うんですけど、紫ってやっぱどっちかっていうとブルベのイントネーションわからんのイメージがあって、ちょっとやっぱね挑戦しにくいなっていう風に思ってたんですよね、ずっと。なんですけど、ちょっと今日はメイク研究ということで、どうしても私紫はずっと使ってみたかったというか使いたい色なので、ちょっとなんか習得できればこういう風に入れたら可愛いなみたいな、全然まだ研究段階なので、今回もどんなメイクに仕上がるかはちょっと不安なんですけど、やってみようと思います。じゃあまずここの色から塗ってみようかな。なんかなんだろう、やっぱ紫って結構なんて言うんだろうな、なんかわかります、この感じ、くすんで見えちゃいがちだったりとか、ちょっとバブリーな印象になりがちだと思うんですよね。そう、今こう塗ってっても私の肌の色とあまり合わない系のカラーなんですよ、これ多分。そうなんですけどね、やっぱ紫って可愛いし、まあ私もね本名にちょっと紫っていう感じが入ってるぐらいなので、まあ全然そこは関係ないんですけどまあそう、だからずっとね使ってみたいなっていう思いはあったんですが、ちょっとやっぱ難しいカラーだと思うので、今日も研究してみようと思います。はい、今とりあえずこんな感じで塗りました。まあまだこの段階だとそこまで紫感は強くないと思うのであれなんですが、じゃあこれいってみますか、このカラー。これはもう誰が見ても文句なしの紫ですよね。塗ってみようと思います。どうしよう。どうやって塗ろうかな。あ、なんかそれか、下まぶただけに塗ってみるとか、どうだろう。下まぶただけに塗ってみますか、一回。ほんのり紫で。あの、どう？わかるかな？カメラだと伝わらないかしら。濃いめにやっちゃおうかな。コンシーラーしてないからなんか、クマみたいに見えちゃうかも。顔色悪く見えちゃうかもしれない。あ、でもやっぱ可愛いな、紫。どうだろう。こんな感じです。どうだろう、ちょっと近寄ってみます。なんかすごい、クマに見えるかな。ちょっと、やばいかな。病的に見えちゃうかな。難しい、やっぱり。紫って難しいな。どうしたらいいんだろう、これは。でも上もそんなに、やりたくないので、むずいちょっともう挫折しそう。どうしたらいいんだろう。キラキラというか、一回ちょっとラメ系を上に入れてみる。目頭に入れる。
方がいいですよね。多分このままだと私本当すっごいなんか具合悪い人みたいになっちゃう気がするので、同色系のカラーでこういう感じのちょっとピンク寄りなカラー、まだちょっと肌なじみが良さそうなカラーを使っていこうかな。ここら辺とかを一回この真ん中の真ん中ね、一番目の真ん中目頭に入れてみようかしらって今思ってます。変わるかな、どうだ。でもちょっとはなんかこっちの方がやっぱ光が入ってというか、まだマシになったかなまだマシになりました。どうだろう、メイクってほんとちょっとの印象で全然変わってきますよね。ここがやっぱ面白いポイントなんですけど、でも逆に言うとそこがやっぱ難しいですよね。ちょっと違うなっていうのが結構多かったりするので、どうだろう、これでまだマシになったかなでもせっかくならこの下まぶたの紫を目立たせたいなっていうのがあるので、上のカラーがちょっと微妙かな。いやでも私なんか肉眼で見ると結構いい気がするんだけどな。でもちょ、ま、クマはちょっと気になるなコンシーラーしようか。さすがにこれをコンシーラーしてみます。ナーズのやつ使います。やっぱベースは大事ですね。いつも私美容バレ行くときは基本的にすっぴんで行く日もあるんですけど、メイクしたとしてもベースメイクを全然していかないので、顔の手術なのでベースメイクしてもねあんまりあれなので消えきらないかも私昔全然クマないっていうかできにくい、まあ今は別にできにくいとは思うんですけど、やっぱなんか大人になってきてだんだんと気になるようになってきました、クマが。でもね最近肌の調子は結構いいんですよね。最近ねちょっとスキンケアを変えてっていうか新しいの今試してて、それがすごい良くて肌の調子は割と今ねいい方なんです。広かったんかな範囲が、もうちょっとキワキワだけに入れたりしたらよかったかな。チップでやった方が良かったかもしれない。それかチップで重ねてみようかな。なんか多分変に発色してるとすごいこう薄い茶色じゃないわ、薄い紫になっちゃってちょっとあれなのかな。もうちょっと濃いめに入れてみます。無駄してないチップで、チップイントネーションって難しいですよね。ピアノとかもみんなどちらですか、ピアノ派ですか。私ピアノ習ってたんですよ実際。でも多分ピアノって言った気がするな。ピアノなんかな。そんなことはどうでもよくて、もうこんな感じ。なんかねこのカメラのモニターで見るとすっごい私クマに見えるんだよな。ちょっとアップで見せようかな。とりあえずの目を今はこんな感じになっています。上のくすみが気になるな。ちょっと私の肌にのせるとくすんで見えちゃうので、このカラーがさっきのこの 3C の方のこの色をちょっと重ねて馴染みを良くしてみよう。カメラでこの繊細な色味が伝わってるのかがすごく心配ですが、超わかりづらいかもなんですけど、若干こっちの方がやっぱ馴染みいいので、こっちの方がまだ顔色をよく見るっていうか明るく見える気がする。ベースの色があれだったのか。一旦アイシャドウはこれで終わりにしてみよう。他やっていくとどんどん変わっていくと思うので、一回アイシャドウはこちらで終わりにして、アイライナーもですねちょっと今日使いたいやつがありまして、アイラインもねちょっと紫系を使いたいなって思ってるんですよ。せっかく今アイシャドウこんだけ紫系でまとめているので、これもシャネルのやつなんですが、スティロ U ウォータープルーフ N の83番カシスっていうカラーです。このペンシルのアイライナーね、ほんとクリーミーで、発色もとっても良くて、芯も結構細めなので描きやすいんですよね。こんな感じの色です。超紫っていうわけではないけど、ニュアンスで結構紫っぽいカラー。とりあえず目尻に引いていこう。結構ね、カラーのアイラインも私使ったりするんですよね。なんかアイシャドウは逆にシンプルにブラウンベースとかで、アイライナーだけちょっと色付きとか、なんかそういうのもすごい可愛いと思いますし、今回みたいにアイシャドウも色をねちょっとまとめて、アイライナーも色を使うっていうのもすごい可愛いと思います。うん、こんな感じかな。でもやっぱアイライン引くとちょっと良くなるっていうか結構印象変わりますよね。目頭のところも色かわいいな。よーく見ると紫色ってちゃんとわかるから、これからの時期とか絶対使えそう。こんな感じです。わかるかしら。うん、ではマスカラをしていくんですけれども、今ねまつげの調子がちょっと悪めで、マツパが取れてきたのと、私のまつげ今生え変わりの時期なんかな、抜けちゃったりとかして
つげの調子が悪いんですよね。マツパしてるまつげと落ちてきちゃって、今マツパの効果切れてるなって感じるまつげ、もちろんまつげの違いははっきりわかるんですけど、それ以上に目の開き方だったりとか目の印象もね全然変わるんですよね。やっぱまつげが上がってるとなんかこうまぶたもちゃんとグイって上がっ、まぶたもってかグイって上がってくれる気がするので、目がすごいはっきりと開いて見えるんですけど、まつげが下がってくるとその持ち上げる力というかがなくなるので、まぶたがね私腫れぼったく見えちゃうんですよね。なんかすごい寝起きっぽい顔っていうか漏れないんですよ。私の場合は多分皮膚が多いのかな、わかんないけど皮膚が伸びちゃってて、昔結構絆創膏とか使って二重幅広げたりとかしてたので、それでね皮膚が伸びちゃって、その皮膚がね目にちょっとかぶさるような感じで目もちっちゃく見えるし腫れぼったい目に見えちゃうので、私は昔よく絆創膏で二重作ってて皮膚が伸びちゃってみたいな方とか、マツパすると本当に結構変わるんじゃないかなって私思います。であとマツエクとマツパどっちがいいですかみたいな質問も結構来たりするんですけど、私はやっぱマツパの方が自分には合ってたかなっていう感じですね。メイク落とす時とか気は使ったりはするんですけど、でもマツエクの方がやっぱりついてるのでずっとそこに、だからなんだろう、ゴシゴシもできないし、ゴシゴシするのもともとあんま良くないと思うんですけど、異物感っていうかちょっと違和感がやっぱり目元にあったりとか、あとやっぱちょっと取れかけの時が結構あまつげスカスカだなみたいな感じだったので、マツパでちゃんと地まつげのケアをしてしっかり伸ばすっていう方が私は好きでしたね。ちなみに今これ使ってるマスカラもチェリーブラックで、本当に若干なんですけど若干紫がかった感じのカラーです。なので多分馴染みもいいと思う。マスカラするだけでだいぶ目の印象って変わるな。目めっちゃはっきりするもんな。はい、こんな感じです。どうでしょう。あ、でも結構可愛いかも。結構可愛い気がする、このメイク。やっぱ他を仕上げていくと可愛くなりますね。なんかずっと私下まぶただけちょっとカラー入れるのとかやってみたいなって思ってて、すごい可愛いじゃないですか。だからちょっと今回やってみたんですけど結構いい気がする。でも眉毛は多分自分の髪の毛の色に合ってた方がいい気がする。なんかこれがもし黒髪とかだったら多分紫のニュアンスとか入れたらすごい可愛いんだと思うんですけど、金髪なので今回はちょっと眉毛は普通にやっていきたいと思ってます。眉毛脱色しようかめっちゃ悩んでるんですよね、ずっと絶対脱色した方がでも楽ですよね。なんかメイクしてないすっぴんの眉毛とかやっぱちょっと黒いじゃないですか。すっぴんになるとめっちゃ眉毛浮くなっていう感じがしてて、前髪も長いので眉毛見えるんですよね、何もしてないと。だから余計に脱色した方がいいんだろうなって思うんですけど、悩み中。やったことないんだよな脱色。そうだ、でも今日あれなんですよね、美容バレに行くのであんまりチークとかシェーディングハイライトもやりたくはないんですけどでもチークぐらいはちょっとしようかな。一応ハイライトは鼻筋はやっていいか。チークはこの MAC のソーナチュラルっていうカラーをていきます。ベージュ系なカラーなんですけど、アイシャドウが今回メインなのでチークはそこまで色の激しくない、主張の激しくないものを使っていこうと思ってます。あ、でそうだ、これ気になった方いるかな、このねミラーなんですけど、アベンマーって書いてあるんですが、これがですねなんとあのポップアップ開催しますってこの前発表したと思うんですけど、そのポップアップ限定の、もうほんと限定のミラーです。これルミネポップアップ限定のミラー、これは数量限定なのでちょっと早い者勝ちっていう感じになっちゃうんですが、手持ちのミラーめっちゃ可愛いのでよかったらぜひ見に来てください。ハイライトがこの 3C のグロービームハイライターレアサイド。ちょっとやっぱハイライトはツヤ系を今回使おうかなって思って、アイシャドウがちょっとくすんで見えちゃいがちな色かなっていう気がしたので、ハイライトでしっかりとツヤ感を出してくすみをちょっとでもカバーできるようにと思ってツヤ系を今回は選びました。ではもうほぼほぼ完成、あとはリップだけですね。リップ何系にしよう、ブラウン系かな、あれにしようかな。決まりました、私がちょっと使えたやつがある、絶対合う、こちらじゃん、やっぱりマックさんですね。マックのタッチっていう
色なんですよ。ちょっとね、見てもらうと分かるかな、ブラウン系なんですけど、なんだろう、私的にちょっと青みがかったっていうか、若干紫っぽい感じもしません？これがねすごい可愛い色で、こんな感じなんですけど、結構ねどんなメイクにも合う感じの色で、でしかも私が好きなブラウン系のニュアンスが入ってるので、これを塗ってみたいと思います。あ、うん、めっちゃ可愛くないですかこれ。なんだろう、私の元の唇の色とちょっと似てるのかな、だからかな、馴染みやすくて、このタッチ本当に私好きなんですよね。うん、可愛い。はい、ということでこんな感じでしょうか。完成かな、これで完成。メイクできました。本日のメイク、今日はちょっとね紫系のメイクをしてみました。アップだとこんな感じです。どうだろう、紫伝わるかなカメラで。結構ね肉眼で見ると紫強いんですよ。強いんですけど、カメラだと伝わんない、もしかして。どうです、わかるかな。わかるかな。結構可愛いメイクができた気がする。まだなんかちょっと、もうちょっと可愛いアイシャドウの入れ方もあるかもしれないんですが、まあ、でもこのメイクも割と可愛くできたんじゃないかなって私は思うんですが、はい、ということで、まあ、今回はこんな感じでメイク研究第2弾でございました。なんかメイクする時とかに流しながら一緒にメイクしてる感覚で楽しんでいただけたりとかしたら嬉しいなと思います。またね、なんかもし挑戦してみようかなっていうメイクがあればメイク研究撮っていこうと思うので、次回いつになるか分かりませんが、ぜひ見てくれたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。